寸ン,ンは、炊かれて焦げた米から作られる伝統的な朝鮮の焙煎穀物飲料である。この飲み物は、通常、お焦げから作られる。ご飯を炊いた後の釜の底に米が茶色く焦げついて、形成されたお焦げの層に水を注ぎ、焦げた米の風味が水に十分移るまで中身をことことに立てる。石釜ご飯から寸ン,ンを作る石釜ご飯を焦げに湯を注ぐ。 石窯の蓋を閉じる石窯の中で寸乳ができる寸乳がいつどこで発症したのかは不明だが、朝鮮王朝時代後期の文献、林園経済史に寸乳が熟睡という表現で記録され、12世紀の中国総代の鳥林類児につくづく水、岩く泥寝没というとの表現が見られることから、寸乳は高来初期か中央には存在したものと推測される。 朝鮮において、ご飯は伝統的に重い中鉄の釜を使って炊かれた。釜に仕掛けた米が炊き上がり、余分な水分が全て蒸発すると、水分がなくなったために、釜の底は220摂氏250度まで上昇し、3、4分間で米の合ンが起こる。これがおこげである。合ンしたおこげ部分では、でんぷんが分解され、葡萄糖と香ばしい香り成分が生じる。 日本では同じ方法でご飯を炊くが、寸乳を作らない。これは台所構造の際から来るものと解される。朝鮮の台所構造は、へっついの炊口とオンドルが一体となっており、釜は固定式のため、釜を洗うのが一苦労である。したがって、寸乳を作るのは、釜に張り付いて残っている米の無駄を防ぐだけでなく、 寸乳を作ること自体が釜の清掃にもなるという面もあって発達したというわけである。ご飯が提供された後に寸乳が作られ通常食後に提供された。20世紀後半に洋白の釜と近代的な電気炊飯器が普及すると寸乳の消費に陰りが見られた。それらは通常米を蒸らした後にお焦げの層を残さないからである。 けれども、20世紀末には、寸ン,ンが再び人気を得始め、多くの電気炊飯器が今では、寸ン,ンを作る機能を持つようになっている。あらかじめ放送されたおこげも、商業的に出回っており、多くの時間を短縮して沸騰した水を加えるだけで、寸ン,ンを作るのに使うことができる。ありがとうございます。